どうもイズです。今日はですね、私がもう最近全然紹介できてなかったんですけど、この夏のめちゃくちゃお気に入りの選抜スキンケアたちを紹介していきたいと思います。私の肌悩みとしては、もともと去年私めちゃくちゃ肌荒れしてて、この辺にちょっと写真出しておきますね。本当に肌荒れがやばすぎて、常にニキビと戦う、透明感もないしくすみまくりだし、日にも焼けやすいし、本当に最悪な状況、毛穴もパッカンだしっていうのがずっと続いてて、でももう去年めちゃくちゃ頑張って綺麗になるぞって頑張って、今やっと落ち着いてきたっていうか、もうやっと満足いく肌が作れてきたかなっていうところまで来たんですけど、最近の使ってるものも私のその元々の悩みに沿ったものが結構多いです。毛穴詰まりとかくすみ、毛穴の開き、あとニキビできないようにとか、試行錯誤している中で使っているお気に入りたちです。まずはクレンジングをね、紹介したかったんですけど、クレンジングは私今作ってるんです。フェルティティっていう私が自分でやってるブランドでなんですけど、ちょっとサンプルが今日間に合わなくて、お風呂上がりのところから説明していきたいと思います。ほんまはこのスキンケアとかもなんかそのね、旅行とか行ってで化粧落とすところから全部紹介したりとかしたいんだけど、それはまた密着で本当は撮ってほしいんですけど、まあ、なかなかね今ね旅行に行けない状態なので、ちょっと今は商品を熱く説明するところから入りたいと思います。本当に今回紹介する商品たちもめちゃくちゃいいです。お風呂入る前にまずお化粧を落としますね、クレンジングで。でクレンジングはまた私の商品できたら紹介するんですけど、クレンジングした後にまずこのこちらエンビロンアクアオイル、コンディショニングオイルですね。これをお風呂入ってる時にちょっと毛穴が開いてる状態の時にお肌に塗ります。でテクスチャーはねすごいね、めちゃくちゃサラッとしたオイルって感じ。これをまずお風呂入ってる時に塗っときます。そうするとですね、次のステップでよりお肌の透明感が変わってくるんですよ。でその次のステップが何かっていうと、こちらエンビロンクレイティックマスクコンディショニングパック、これねクレイパックなんですけど、エンビロンのなんか洗顔クリームみたいな色してますね。これを全部顔全体に塗る前にこのオイルでちょっとなんか余分なものを出す的な感じかな、毛穴の詰まりをちょっとオイルでふやかして出しながら、このクレイパックでがっつり奪っていくみたいな感じの説明になると一番わかりやすいかな。でこれをするとすごい透明感群上がりするから、結構お風呂入ってる時とかはこの2つのセットで汗かきながらお風呂入ってます。はい、で次私が使ってる洗顔ですね。これはもうまだ製品化にもうすぐ近づくんですけど、このフェルティティの洗顔クリーム、もう洗顔クリームっていうのも全然仮の仮の名前なんで、ここ出していいんかなってなんか怒られそう工場からなんだけど、テクスチャー自体はそんな緩くない、こうやって逆さにしても落ちないぐらいだから、結構ねしっかりした泡が作れる洗顔クリームになってるんやけど、これを洗顔ネットで泡立てて使うと、もうめちゃくちゃほらすごくない、これすごくないです。だからもうめちゃくちゃ濃密な、結構新感覚の泡が立つんですよ。濃密なのになんかシャコシャコした泡で、ちょっと油っぽい洗顔とかが私は好きじゃなくて、でもともと私の悩みがニキビとかそういう毛穴とかだったから、まあ、そっちというよりは自分のお肌に透明感を出してくれるとか、まあ、私がずっとフェルティで言ってることなんだけど、大人の透明感始めませんかみたいな、そういうテンションでいろいろ成分とか伝えて、こういうのがいいこういうのがいいっていうのを伝えて、今これ最終段階まで来てます。なのでもうあとちょっとしたら製品化できるかなっていう感じなんですけど、まあ秋ぐらいかなっていう感じなんで、私は今このサンプルをしこたま使って透明感を上げています。で次ですね、クレンジングしてクレイパックして洗顔しましたの後は、はいこちらですね、すいません、もうまたフェルティティが続いてすいませんなんですけど、はいこちらフェルティティエッセンスセラム人細胎血細胞純化培養液 50% 入れてます。これは私がプロデュースしているフェルティティっていうブランドの、
美容液なんですけど、この美容液がめちゃくちゃ結構私の中では人生変わったばりに、お肌の状態が個人的な感想ですけどベストな状態にしてくれた私の救世主って思ってる存在の美容液です。これ作ってからもめっちゃ綺麗になったよ私っていう自信を持って言えるぐらい、私はこのスキンケアのブランドに情熱を持って作ってるので、これはもう本当に私のお守りみたいな感じです。これもね本当にさらっとしたテクスチャーなんですけど、結構ね水っぽい感じ、私があんまベタベタしたの好きじゃないから水っぽい感じなんだけど、伸ばしていくとすぐねもうスッて入ります。最近ナノ化されたヒアルロン酸とかいろいろ流行ってるけど、高分子のヒアルロン酸をあえて入れました。でその再締結の成分と、まあ、よく俗に言うヒト幹細胞って言われてる成分と、今回この使ってるヒアルロン酸がすごい相性が良くて、だから入れたんやけど、人間のお肌ってその表皮ってこういうねお化粧品の成分の分子のサイズによってどこまでいくかみたいな、まあそんな変わらんねんけどどこまでちょっと入るかみたいな小競り合いがあるんですよ。だからそこの小競り合いで、ヒアルロン酸がフロントカバーしますよみたいな、浸透する方は浸透させてもろってみたいな感じの、役割分担で作ったんですけど、めちゃくちゃ私はこれすると、まあ、夜とかもめちゃくちゃ次の日の朝調子いいけど、朝のメイクのりがすごい良くなる。だからお化粧する前にフェルティティ使えないとめちゃくちゃ心配だから、メイクヘアメイクさんにメイクしてもらう時とか、もう旅行とかもマストで持っていきます。本当にこれは私いいお守り作ったなって思ってるんですよね。で次お化粧水です。お化粧水はこちらのアフロスクイーンプラチナローション化粧水、これもね一缶入ってるんですよね。またちょっと種類が違う一缶の成分入ってるんですけど、これはめちゃくちゃ保湿力高くて、でちょっとリフティング効果もあります。トロッとはしているけれども、まあみずみずしさ、私が好きなテクスチャの範囲内ですね。だからお化粧水は基本私ほんとベタベタするの嫌いだから、さらっとしたのがいいんだけど、すっごいこれは馴染みも良くてフェルティティとの相性も良くて、そう私の美容液ね化粧水の前につけるんですよ。これがポイントです。相性がまずいいし、香りがねすっごいいい香りするんですよ。なんかめちゃくちゃ癒される、ちょっとアロマっぽい香りがして、でこの化粧水は私がいつも通ってるエステサロンのアイワンっていうエステサロンがあって、そこが出してる化粧水なんだけど、美容のプロたちが作るものって私はやっぱ本当にいいものを作ってると思ってるから、しかもなんかその売ろうとしてないんですよ。本当にいいものをうちのエステサロンで置きたいし、うちのお客さんに使ってほしいからっていう気持ちで作ってるから、だからそういう商品好きなんですよねでこれもねすごい、まあ、ボトルも可愛いし本当よくできてるなと思って最近もずっとこれ使ってます。はい。で続いて乳液ですね。乳液はこちらのエンビロンのシリーズ、シークエンスのシリーズですね。エンビロンシークエンスクリーム、高機能保湿クリームと高機能保湿ジェル、この2本を使ってるんだけど、エンビロンってレベルがあって、最初1からスタートして今私もずっと3ぐらい使ってるんだけど、セラムの方の3番がこんな感じ、クリームがちょっとこっくりしてて、こっちがクリームでこっちがセラム、こっちはちょっとサラッとしてるけどこっちはちょっとこっくりみたいな、でこれを混ぜて塗ってます。本来は2プッシュ2プッシュずつなんだけど、最近もうめちゃくちゃ私汗かきだから、ほっといてもナチュラルエモリエントされるわけなんですよ。だから1プッシュずつで十分かなっていう。ほら見て、このもったいないおばさん、私の全部手に塗るから結構このシリーズも私使って長くて、いろいろ使うんですけど結局また戻ってくるシリーズですね、エンビロンは。はい、大好きです。まあ、こんな感じで今日はざっくりバーッと説明したんですけど、お風呂入る、顔洗うとかも全部フルフル伊豆岡の美容のあれをできる機会をちょっと作りたいですね。ぜひ女子旅楽しみにしてください。
以上、私が最近気に入っているスキンケアの紹介でした。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いつもそしてコメントありがとうございます。全部見てます。またこういうの紹介してほしいとか、こういうの気になってるから試してみてとか、こういうの気になるよ、これってどうなのみたいな、いろいろあると思うんですけど、気になることがあったらぜひ何でもコメント欄にお願いします。なんかすごいちょっと変わった企画やってほしいとか、こういうの食べてほしいとか、まあ、そういうのとかでも全然何でもお待ちしてますので、ぜひぜひ皆さん参加してください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。